おはようございます。栗原圭一です。いつも化石発掘クリケンチャンネルご視聴いただき誠にありがとうございます。今日はちょっと花粉とかそういうアレルギーの体質がちょっと出て、喉とかかゆいんすよ。マジで。昨日、あれですね、わさびの葉をですね、取ってきまして、それを食べたら、すごい痒くなったり、息苦しくなったりしたんですよね。私もリンゴとか、あと、さくらんぼとか、そういうの食べるとちょっと苦しくなっちゃうんで、アナフィラキシーみたいな、感じになっちゃって、こう、胸がギュッと締め付けられるような感じになっちゃうんですよ。だから、リンゴも桜も食べられないっていう状態なんですけど、昨日その、山菜食べて、すごく苦しくなって、今、なんかこう、喉の調子も悪いです。皆さんも気をつけてください。アレルギーには。まあ、ということで今日はですね、まあ、朝来てるんですけど、まあ、ちょっと時間もないってことで、ちょっと、あとマイクも忘れた。ってことで、ちょっと聞きづらいくなるかもしれないですけど、ご了承ください。今日はチューロニアの場所に来て、まあ、1時間くらい見て、1時間見れるかな、わかんないですけど、まあ、いい化石が見つかればいいなと思ってます。今日も行きますよ、いつも。応援してくれてる方ありがとうございます。今日も行きます。それでは行きましょう。レッツゴー。よろしくお願いします。To the 16th floor, I just need a little more. Rocking out to Lorna Shore, making the things swing back and forth. Look at us, we're out of sorts. Thank God we're not keeping score. Losing our mind to cannibal corpse, making that thing swing back and forth. ここにね、玉のような石がね、あればいいんですけど、こういうのも違うから。あ、なんか刺さってる感じするな。こんなんとか、こんなんとかどうすかね。ああ、なんだこのふにゃふにゃってやってる。イノセラムスですね。イノセラですね。うん、ノジュールでしたね。なんか変な形。ポコッと丸いようなやつがあれば、最高ですね。音をちょっと見て、あ、こういうのもそうですね。
これですね、さっきの落ちてるやつに続き、これなんか怪しいっすね。よいしょ。よいしょい。お、モジュール貼ってありましたよ、ここに。ちっちゃいですけど。おう。どうですかね、これ。あ、ここにもある。棒の、木石でな。これアンモナイトっぽい感じしますね。ちっちゃいけどいいやつだったらどうしよう。アンモナイトだな、これ。やりましたよ、これ。はい。やりましたよ。見えます？ここの路頭にね、刺さってました。
ここにアンモナイトあります。割って確認した方がいいですかね、これね。ここにあるんで、こういう感じでいきますか。いきます。大したことないですね。お、黒いのが楽器のような、なんか黒いの出てきましたよ。もう半分にやってみましょうか。これさあどうだ。ちょっとわかんないですね。ないですね。ないですね。ない。ちっちゃいですけど見つけたから、やっぱここの路頭にはあればいいの。ありますね。よし、あ、これ違うか、違うか、違うな。よーく見てですね、これね、石刺さってないか。これもそうですね。素敵だ。よし。おお、なんだ、ポコポコ出てきますね。
れもそうっすね。ちっちゃいな、もうちょっと大きいやつ出ないかな。これも、これはどうかな。お、イノセラムスですね。光ってるな。キラキラ光ったイノセラムス。こんな感じですね。異常巻きのアンモナイトとかが出れば嬉しい。ないか。これは、これもノジュールです。いい感じで見つかってますよ。あ、これもだ。これも違うか。違うか。これ違うか。形がいいけどな。いい石だな、おい。アンモナイト入ってましたね。入ってたけどちっちゃい。ちっちゃい。異常巻きなし。こんな感じですね。まあ、ちっちゃいアンモナイトゲットっす。ここの
バンには入ってるな、これ。やっぱり。はい、やりました。ゲット。おー、異常巻きの一部あった。異常巻きの一部も入ってましたね、ここに。で、切れてるんでね、ちょっと大したことないっす。でもこういうのが出るってことがね、ここでわかるんで、いいの見つけたいですね。よっしゃ。いいのありましたよ、ここに。いやいや、今日はなんか見つけれる、いろんなやつを、いろんな場所で。これいい感じ。お、ちっちゃいな。いや、ちっちゃい、ちっちゃいな。あそこにもある。いやー、いい石ですね、これ。いや、これはいいわ。いいっすね。すごい。こういう石の質いいっすよ。ねえ、いっぱい。これも
これもノジュールっすね。いや、ちっちゃいな。ほんとこんなばっかりだな。そこにもあります。そこにもあります。おっ、やりましたよ、これ。これは変な形。これもいい。これは期待できますかね。よっしゃ。お願いします。大きいやつでお願いします。このピックハンマー活躍してるわ。これも取れました。もう変な形、変な形。あとこいつだ。やっぱり大きいやつだな。動いた。はい。いい感じ。まだないかな。あった。よし、割ってみたいと思います。面白い形っすね。
なんかいい感じっすね。なんかめちゃめちゃいい感じじゃないっすこれ。行ってみます。お願いします。何これ、残念。なんかここに貝の化石があるぐらいですね。うっそー。あ、ちっちゃいアンモナイトここにありました。ああ、残念。こっちの端に寄ってっかな。ああ、残念。ああ、ない。ないな。ない。一個目ダメ。これちょっと残しとく。ない。貝だな。ない。こっち側、反対側か。こっち側ありそう。ちっちゃいやつ。ダメだ。ない。ない。よし、これにかけるしかない。なんかこれがね、このまんまアンモナイトだった、ナイトだったらいいんですよね、これがね、太いやつね。なんか違うのかそうなのかちょっとわかんないです。こっちとこっちのどっちに入ってるか。やってみます。こっち
ちには入ってない。こっちだ。石の質はめちゃくちゃいいです。石の質はめちゃくちゃいい。あってもおかしくない。これは出てもおかしくないぞ。これは本当にめちゃめちゃいいっすよ。あんなのあれの銃じゃないのかな。どうかな。運が良ければ見つかるな。あとは運だな。いや、この場所はちょっとじっくり見ないとダメだな、これ。石いっぱい落ちてるんで。あの辺の石あるとこぐらいまでですかね。渡れないな、あそこ。ダメだな。よし、この辺でちょっとじっくり見ますよ。あそこのね、路頭からね、こっちにこう流れてきてる可能性は高いんで、あってもおかしくないですよ。こんなんとかいいんじゃないですか。ほら、やっぱり異常巻きのアンモナイトの一部か。ほら、日本一だったらやばいでしょこれ。ほら、やっぱり怪しいっすよ、ここの場所は。これちょっと割り方が下手くそですね、これね。
ぐちゃぐちゃとなってますね。すげえ。フィロみたいなの出てきた。ちっちゃいけど細い。ほらどこだ。見てくださいこれ。ここにね、細いの、細い線がいっぱい入ってるやつ、フィロセラスですね。やりましたよ、ゲットです。こっちはでかい、ここね。あー、これでも残しとくか。これ、いやー、でもどうだろう。思い切ってやってみますよ。壊したら意味ない。キラッキラキラッキラ光ってますわ。あー、ここね。あー、ダメだ。こちゃこちゃに壊れてましたね。これもすごいですよ。キラキラ光ったヒノセラムスです。ね。これも怪しいな。あるね。あ、これもそうですね。だろう。
国籍だ。この路頭にもないですかね。この下行ってみたいな。でも水が多いんでダメですね。よし、もう一回上流行きながら、登ってきながら探すしかないですね、これね。いや、でもここは石がめちゃくちゃあるんで、いろんな石ね見つけたいっすね。これはどうだ？いい形だけど。入ってなさそう。全然石の質が違う。これじゃないな。入ってないな、これは。
ないっすかね。めちゃくちゃありそうなんだけど、ない。見つかんないですね。すごい、密集してる。今痛いみたいな石ポンポンって割ったらですね、すごいっすよこれ。何十個も密集してるイノセラムスの貝を見つけました。すごいっすねこれ。やりました。イノセラムスのたくさん入ってるやつ見つけました。この辺でお時間となりましたので、今日はこれで終わりたいと思います。ここは結構いい場所っていうことが分かったんで、また来たいと思います。いいのが見つかる可能性は高いですね、異常巻きね、特に。いやすごい、これがアンモナイトだったら素晴らしかったんですけど、すごいっす、本当にすごい。こんな密集してるんですね、すごいっすわ。ということで今日は終わりたいと思います。また次回も楽しみに待っていてください。諦めないで頑張りますよ。まだチャンネル登録ね、しない方はチャンネル登録、そしてあとは高評価、コメントいつもくれてる方ありがとうございます。コメントの方もいつもよろしくお願いします。それではまた次回も会いましょう。さようなら、ありがとうございます。これは置いていきたいと思います。ではまた。ポリプシコの一部ですね。冷えてる感じがします。すごいね。
ですね。はい、割っちゃいました。早速第1号化石を見つけたんですけども、非常巻きのなんと割れてしまいました。まあ一部分でしたね。これは熊のうんこっすね。